はい、いつもありがとうございます。起業家の曲がりゅうです。メルマガでこの商品紹介したんですよ。じゃん。あのね、これ Facebook で僕の北九州の知り合いがもう文房具大好きで、彼もで僕も文房具大好きなんですよね。で、彼の投稿の中にその彼がよく行ってる文房具屋さんのフェアかなんかの投稿があって、でこのペンが紹介されてたんですよ。で、見たらすげえ素敵だなと思って、真鍮だったんですけど、僕真鍮の実は文房具大好きなんですよね。で、すっげえ素敵だなと思ったんだけど、どこのものか分からなかったんで、Facebook でコメントを入れたんですよ。まあ、ガーンちって引き出して、まあ、こんな風になっていて、なんかすごいですよね。これ1枚ずつなんかクリップで止まってて、まあ、ちょっと外しますけど、今こうなっていて、バーンといって、要はこれは、ここが真鍮なんですよね。このゴールドの結構重みあるんですけど、で、ここを回すんです。回して、まあ、ボールペン、はい、これはまあグリーンなんですけども、5色展開されていて、で限定で2色出てるんですけど、実はブラックなんだけどインクの色が違うっていうね、この色によって、まあ、リフィルが売られてるんで、まあ、いくらでも変えられるんですけど、なんかすげえ素敵だなと思って、で、で彼が教えてくれて、で、何店舗かその高級な、これそんな高級じゃないんです。1本5000円ぐらいなんですけど、高級な文房具を扱ってるお店行ったけどないのよ。で、お店の人に聞いたけど扱ってないっていうわけで、まあそんなことをメルマガとかに書いたんだけど、メーカーに電話したの俺、思い切って、あまりにもないから。で、そしたら、基本地方にはないんだっていうのよ。地方の方が入手しやすいとか書いちゃって本当申し訳ないんだけど、たまたまね、僕のその友達が長崎にいる友達の文房具屋さんが力があるんかね、どうなんだろう。だから僕はね、結構その田舎とか、田舎ってとこ具合がありますけど、地方とかのそういう文房具屋さんにもあるのかなと思ってメーカーに電話したら、いや主要都市しか展開してないんだけど生産が間に合わなくて、で主要都市も限られてるんだっていうわけで、これますますチャンスだなと。いや、もっとその前にアマゾンで調べててないっていうのも、確認していた上でチャンスだなと思って、だからメルマガでこんなオファーかけたんですよ。もし皆さんが入手してできたんだったら僕 20% オンして買い取りますと。つまり5000円なんだけど6000円で買い取りますと。でこれ、5色展開されてるんで2万5000円なんで、要は、買ってくれたら3万円払いますよっていう話をしてたわけなんですよね。来ました。いやー、実はまだあるんですけど、ちょっとあんまり見せると、お前世の中全然物がなくて流通してないのに、なんでそこにそんなにあるんだって言われてるとちょっと困るんだけど。いやいやいや、これと、これと、と、まあ、まだあるんだけど、まあいいやな、もうやめよう。行きました。いや、行ってみるもんだなっていうのと、行ってみてすぐ行動してくれる人がいて嬉しいなっていうのと、これさ、僕実はその前にメルマガで、バタフライボード、クラウドファンディングのね、クラウドファンディングでその早く応援すると安くしてられるんで、それを違うところで売ればいいんじゃないのっていう提案とかをメルマガでしてたんですよね。で、ぶっちゃけバタフライボードを、5冊2万ぐらいで買ったんじゃないかな、早期割引かなんかで。だけど、これ動画で話したっけな、1冊1万6千円で売れたのよ。いや、もちろんね、僕の1冊とうちのパートナーに1冊あげて3冊在庫が残ってて、お店で、まあ、5000円ぐらいで売れればいいなと思ってたわけ。そしたら、いやいやいや、クラファンでバタフライボードの初期のやつがすごく高く売れてると。で、僕が渡したやつって2で、2はまだ1個も出品されてなくて、まあ、そんだけの金額で売れたらしいんですけど、これもね、売れるよ。おそらく1万ぐらい。つまり倍。そういうことを推奨してるわけじゃないですよ。なんか推奨してるわけじゃないっていうのもおかしな言い方なんですけど、なんかこんなふうに思ってるんですよね。これ5000円で、ああ、
1本なんか欲しいなと思った時にたまたま複数本手に入れられたと、でそれを、ちょっと定価よりも高く売ればこの自分の分がタダになるんじゃないかみたいなね、なんか子供の時にそんなことばっか考えてたんですよ僕まあそれが今はねなんかもっとえげつなくなっちゃってますけどでも基本さどの業種も安く仕入れて高く売るっていうのは鉄則で、この前僕のあのお客さん不動産やってるお客さん多いんですけどびっくりしたよ、一桁台の奥で仕入れたやつを二桁台の奥で売却してんのね。いや9億で仕入れて15億で売ったのか3億で仕入れて10億で売ったのかによっても粗利は変わってくるけどさ、いや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 ねえ、まあ、びっくりしますけど、もう僕はそこまであこぎなことしますけど してないですけど、まあでも実際ちょっとこれね、いくらぐらいに化けるんだろうっていうちょっとまあみんなにも案内出したいんで早速やってみようとそれは思ってるんですけどね、5本は、まあ、僕自分で使うんですけど、その他のやつはちょっと売ってね、いくらになるのかまたちょっと報告するんでお楽しみにということで、久しぶりの動画なんですが、まあ、ちょっと緊急報告も兼ねてで、こんなような商品ってねたくさんあります、身近にね、そのズレが生じているっていう、だから例えば1年経った時にもこいつが廃盤になってればあれですけど、限定で廃盤になってればあれですけど、まあ今追加生産してるみたいなんで、まあそれまでのちょっとした間ですよね、感覚ですよね、タイミングですよね。でもっていうと多分これ海外展開されてないですから、逆に言ったら海外に出したらさっき僕1万円って言いましたけど1万5千ぐらいでも売れるんじゃないかなという気もしてます。まあやってみないと分かんないけどね。メルマガ読んでくれてる方が僕連絡くれたんですよ。あのね、疑う、なんだっけな、疑わない、それが強さだって、レイリーの言葉を紹介したら、それもレイリーの言葉に触発されて、3連休中に、ワンピースの DVD 売ったんだって、メルカリで。だから、値付けが安く出しすぎちゃって、みたいな、即売したらしいんですけど、即売れたらしいんですけど、いや、値付けが失敗しました、なんてメールくれたんですけど、難しいよね。参考になるようなデータがあればいいし、すでにその、需要と供給で圧倒的に供給が少なくて、先駆者がいてね、価格がついてて参考データだとか落札価格ってみんな分かるんですよ、過去のデータって。そういうのがあればいいですけど、ない状況の中でいくらをつけるのかっていうのは難しいんですけど、でもそれは自分の思う常識当たり前じゃなくて、別に高くつけてって、売れなければ下げていけばいいし、これ僕がねバタフライボートだからどうなんだ、4000いくらぐらいで仕入れたやつを、まあ、5000弱ぐらいで売ろうとしてたんですけど、かわいいよね、まあ、チャンネルを変えればね、だから何倍なんだ、 3倍以上で売れてるわけだよね、ということも応援してあるわけなんで、まあ、なんか今日の動画がヒントになればいいなと思うんですけど、なんかまた皆さんもこんな商品面白いんじゃねっていうのがあればですね、ぜひ実際仕入れてみて転売してみるっていう、何かああそうなんだふーんじゃなくて挑戦してみてほしいなと思ってます。はい、でこれはまだね入手できるところは入手できると思いますんで、なんか あればです、まあ僕 20% で良ければ買い取りますんで、僕は全然書いておりますんで送ってもらってもいいんですけど、まあ、めんどくさければね、はい、ってな感じで、まさかこのネタだけで10分いっちゃうと思わなかったんだけど9分ぐらいはい、ちょっとまた日中暑くなってきたりね、なんか天候もこんな感じですけど、くれぐれも皆さんが病気だとかね気をつけてほしいですし、まあ、風邪とかあとまあ事故とか怪我にもね気をつけてほしいなと。で、週末ですよね、今週末、うちのお店がある、通り長者町商店街っていうんですけど、割とね名古屋でもねこの時期有名なお祭りなんですよ、大体8万人ぐらい動員するような、やってて、それこそいろんなお店が出店してます。それこそ安く仕入れて高く売るってセドリア転売だったり、何かそのビジネスパートナーだったりね、探せたりだとかいろんな機会もあるんで、僕も屋外ワークとかで、お店にいるつもりなので、よかったら遊びに来てほしいなと、ランチくらい、おごりますんで、名古屋ですけど遊びに来てほしいななんて思ってます。はい、それではいつもありがとうございます。また。